どうもロッチン TV です。本日はですね、ウマ娘プリティダービー、こちらのゲーム実況動画をやっていきたいと思います。で、今回はガチャ動画なんですけども、ちょっとまず喋りたいことがあるんでいいっすか。いや、これよね。今回はマジでやばい。ちょっとね、この前に動画上げてると思うんで、完全に解説動画あるんで見てください。はい、こちら。これマジで鬼じゃない？あげましたーって。マジで鬼。はい、ということでね、今回ウイニングチケットがストーリーからの入手、そしてサークルポイントでの交換ができるんですけども、まあこちらは、サークルポイントを貯めれば無課金でも入手できるものとなっております。で、このね、ウイニングチケットがめちゃくちゃ強いんですよ、性能。詳しくは動画を見てほしいんですけど、めっちゃ強いと思います。なんでこのウイニングチケットが、まあいわゆるね、配布できた時点で、今回ガチャ回すんですけど、これ実質無課金ですよね。実質無課金ということで、プリティダービーガチャ引いていきたいと思います。いや、今回さ、爆死してもウイニングチケットの SSR がまあ当たったと同じと考えたら、実質無課金な件について、さあお願いします。1枚当たったら、この後星3の状態で育成をしていって、育成のね、全パートの動画も、上げていくとは思います。さあどうでしょうか、お願いします。まあ実質ね、このウマ娘というゲームは私は本当に流行って、もっとどんどん流行ってほしいと思ってるし、まあお布施みたいなところあるんで、ウイニングチケット熱い。なんかウイニングチケット見ただけでめちゃくちゃテンション上がる。服着たりもめっちゃ着ている。なるほど、ありがとうございます。ウイニングチケットな、今回どんだけ爆死しようと実質無課金なんで、よろしくお願いします。でも1枚早く引いて動画を上げたいんで、お願いします。ちょっと弱くないっすか、ぬぬ。天井はやだよ。ナイスネイチ。あれ、ちょっと待って。まあまあまあ、まだ焦る。ウイニングチケット、熱い熱い、強すぎる。熱い。あ、しかも普通に育成馬娘としてもウイニングチケット結構ね、まあ評価できるからな。むむ。いやいや、まだ焦る時間じゃないから、まだ焦る時間じゃないから。 3% でまず虹が出る。で、その後ピックアップの確率なんで、まあ 3% で出ないけど、まず虹がね 3% なんで、まだ30連目なんで、これで出ればいいから。あ、弱いな。看板も光ってない。ちょっと待って、頼む。ちょっと動画を作りたいから、1枚目だけ早く出て、その後めっちゃハマってもいいんで、1枚目だけ本当お願い、本当お願い、頼む。うららちゃん、うららちゃん、うららちゃんも熱いよ。このゲームはな、どのキャラクター、どの馬娘が当たっても外れじゃないからな、星5になっていなければ。うららちゃんも熱いよ。よっ、誇れる自分になるために、私勝ちます。きたちょっと待って、全身全霊さん、あげません。まさかここに来てもまさかここに来てもマジ耐震はあげませんってこと？違うでしょ。なんですり抜けた。今回全身全霊が、確定でもらえるようになったおかげで、 SSR のガチャから排出されるサポートカードの方のスペシャルウィークに関しては価値が落ちたというかね、あげませんっていうのがもうさ、まあなんかほんとネットのさ、ミームっていうさ、そのネットで流行ってる言葉みたいになってさ、あげませんで話題のスペちゃん、まさか耐震もあげませんってこと？あげませんあげませんマジかよ。わあ、頼む、来てくれ、頼むで、これは二次確定でしょ。ください、あげますって言って、頼む。おお、昇格見れる。さあどこだ、頼む。うわ、チケ、チケゾいいよ、チケゾいいよ、うららちゃんもいいよ、流れいいよ、いいキャラクターが出て、あ、これあれじゃん、バーン。足で分かっちゃった。ちょっと待って、すり抜ける。あげませんなの？あげません。嘘嘘、バケやん。マジか、タイシャトル自体は強いからな、ありがたいところではあるんですけど、嘘、あげません発動してるこれ。頼む、チケソ
助けてくれ俺を。全身全霊とともに耐震もくれよ。あげませんになってんのかなこれ。ちょっと待って、マジマジガチャもあげませんっていうタイトルになる。ガチャ動画であげませんって、なんであげませんって書きたくないよ。いや、ちょっと頼む。さああげません、打開になるか。あげませんを打破できるかな。色相頼むってマジで。あげませんになったらどうしようこのガチャ。あげませんガチャは勘弁してくれよ。おーおーおー、いや星には来てるが50、やべえ、あげませんガチャの確率が出てきたよ。どうすか、あげませんガチャ嫌だ、あげませんガチャは嫌だ、弱い、白いうわー、うわあ、あげませんガチャは嫌だ。どうだ、昇格しねえかな。いや頼む。なんだよガチャもあげませんかよ。ちょっと待ってよ、いやいいんだよ、1枚目だけさ頼むよ。その後はさもうお布施するからさ。あー60、70、ちょっと待ってくれ、どうなってる。さあ打開になるか。いやー弱いな。これ上もさキラキラしてる場合があるんだけどさ、この看板もキラキラしてないんだよ。銀世界なんだよね。一応あるぞ、頼むって。ください、あげますって言って。すごいなんかさ、チケットがめっちゃ来てるように見えるんだよな。ほら、え、ウィニングチケットピックアップガチャですか。いや俺さあれしたよ、引退馬協会だっけ、引退馬のやつさやったからさ、頼む、ナイスネイチャーだけど。それはあ頼む、あ頼む、あ頼む、おうおう、え、まさかさ次のガチャ動画もあんの。次のガチャ動画あったらまた違う雑談していこう。ちなみに早く育成してその動画も上げたい。前編動画上げるわ、最初の星さんの時は。さっき言ったと思うけど、私今日はね多分ね動画ね4本とか上げると思う。まずは今回上げますの最強動画上げたんですけど、ここはガチャはくれない。そして次がですねサポートの SSR の評価についての動画も上げようと思ってます。まあ、結構なんか良さげな気がしてんだけどね、サポートガチャの動画。そしてまあそうね、大神もね動画上げるし、上げるし、サイゲさん動画上げて馬娘を盛り上げていくんでお願いします。ああ、え、ちょっと待って、ママが出始めた。ナイスネイチャーね、そうナイスネイチャー見るとね、ゴールし90ということで100連いきたいと思います。よかったらねチャンネル登録まだの方はぜひともチャンネル登録して、ウマ娘の動画もう一本見てみてください。今日はね本当に力作の SSR のそのサポートカードの動画も上げておりますんで、そのサポートカードの動画は特に見てほしい動画なんで見てみてください。あとは見てほしい動画は星雲スカイの動画です。動画一覧からちょっと見てみてください。育成理論も上げるよ今後も。さあ100連あげませんになるのか。ああ光ってるけどな上は。どうだ昇格は。まずはママが出始めた、抜いちゃうチケット、そうあげます、あげますよ、あげるっしょ、あげます。おいおい、違う違う、強いって言ったけど違うんだ、頼む。ということで、高評価もね忘れずによろしくお願いします。高評価ボタン押しまくってください、お願いします。あー、ということでご視聴ありがとうございます。なんで3枚も来てんだよ、強いって言ったけど違うから。ということでノッチン TV でした、またお会いしましょう。